ふわっと元気に、今度はそう、はい、ということでやっていきましょう。スリーバンディット、ガンクス。これ多分ガンクのことだと思われるっていう風なコメントがあった。ありがとうございます。ということでね、前回の続きからやっていきたいと思います。よろしくお願いします。でね、これさ、編集しながら思ったんだけどさ、そういえばなんですけど、ガンスリンガーの攻撃ってリーバー効かないんですよね。これで終わるんじゃねって思った。編集しながらね、これどうやったら倒せるかなっていう風に編集しながら考えてたんですよ。で、編集しながら考えてて分かったのが、あ、多分これで終わる気がするっていうね。はい。まあ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 。カクタスくっつきすぎじゃない？カクタスくっついてきすぎじゃない？まあとりあえずね、多分見ていただければ分かると思うんですよ。おそらく、俺の予想が間違ってなければ、これで勝てると思われる。まあ、分からんけどね、正直ね。どうだか分からんけど、カクタスはぶっぱできた。ああ、これはもう終わりましたね。あとはこれ終わりですね。はい、パンチ！いいよいいよ。いいよ、強いよ。さすがだよ。おしまい。あれ？終わりです。はい、人のネタを使うな。あ、これ終わりですかね。これここに突っかかってゲーム終了パターンな気がするぞ、これ。あ、これ終わりですね。ちょっと仕方ないんで、ちょっとずれまーす。看板に突っかかってる場合か。おい。はい。あざす。まあ、この通りですね。まあ、そんな気はしてた。うん。正直そんな気はしてた。動画編集しながらね、あれ、そういえばリーバーって聞かなかったな、ガンスリンガーって思って。で、コメントでもね、1体でクリアできますよとかいう風に言ってたコメントがあって、あ、これか。ってなりましたね。はい。ということで。All the bullets! はい。All the bullets! なんだっけ、これ、ガトリングガンか。ガトリングガンに、ガンスリンガー、そして、カクタス。待って、これも、これ。実はガトリングガンって非常に火力が低いやつなんですよね。非常に火力が低いんですよ。多分これ、多分俺のま、さっきの流れから言ってしまう、多分ね、これで終わる気がするんだよな。どう？いける？いけそう？あ、でもなんか、あ、流れが、もう非常に流れが悪くなってきますね。もう寄れない感じがしますね。あ、これはさすがにダメそうですね。でもこれ、線余ってるんですよ。まあ、つまりそういうことっすよね。なんか面白いもの使ってみるか。キャンドルヘッドとか使ってみる？キャンドルヘッドなんか使ってみたら面白そうじゃない？全然面白くなさそう。全然なんか、あ、瞬殺。瞬の殺ですね。はい。瞬の殺の死ですね。はい。これはあんま変わらない気がしますね、きっと。なんだかんだあれだな。ガトリングガン、流れついてしまうとさすがに厳しいな。リーバーでも。多分、リーバーでぶっ飛ばすのは一番簡単な方法だとは思うんですけど、それは多分間違ってないかなって思うので、まあ、わかりやすいのは、侍をたくさんバーっと並べて、なんか、ここら辺のカクタスをバッと殺してしまえば終わりなんですよね。っていうか、多分ね、吹っ飛ばしてくれ。あれ？地味に俺気づいてなかったんだけどさ、ガトリン、ワンパン！かっこいいよ！いいよ！輝いてるよ、ワンパン！ナイスワンパンだよ！いいワンパンだった。今のはちょっとかっこよかった。待って、思ったんだけどさ、ちょっと戻しまーす。ステージ戻しまーす。1個戻しまーす。こっちですね。思ったんだけどさ、侍で、溜まって、切れんのかな？そういえばやったことなかったな。ガトリングガンの弾はさ、切れますよ。あ、ダメそうですね。あ、ガトリングガンの弾って、あれなんだ、侍弾けないんだ。知らんかった。なるほどね。今更になって知ってしまった。今更になって研究を始めてしまった。まあ、それはそれとしましょう。あれ？この次のステージはどこ行ったんです？あれ？あれ？なんで？あれ？俺さっき、あれ？あれ？俺さっきクリアしたよな？あれ？あ、まあ、もう一回クリアします。もう一回クリアすればいいだけの話なんで、まあいいんですけど、いいっちゃいいんですけど、どういうことなんでしょうか。ワンパンはできなかった。まあ仕方ないですね。まあいいんですよ。はい。で、次が、スリーレンジャーズ。はい。レンジャーズ。おぉ、クイックドローが3体。クイックドローが3体に、ダイナマイトマイナーですね。
ダイナマイナーですね。はい。ちょっと何言ってるかよくわかんないけど。4000か。どうしようかな。クイックドルやっぱ強いんだよな。ジェスターでさ、どうにかさ、なんか、突っ切ったりできるかな。ちょっとやってみてほしいね。ちょっとジェスターで頑張ってみてほしい。で、クイックドローに関しては、マスケットとかで打ち抜いていきてー。マスケットで打ち抜きてー。打ち抜きてーけど頑張れるか？わかりやすいのはカタパルトかな。カタパルトをちょっと後ろに置いときの、置いときの、ペインターを使いまくってみる。ペインター並べまーす。ちょっとたくさん並べちゃおうと思います。ペインター。ペインターは俺結構好きなんですよね。この子。まあ、強いのかどうかっていうと、ジョースター、秒殺。秒の殺。瞬殺もいいとこ。やばい。弾が貫通して、カタパルトに結構当たる。あー、やばいか。厳しそう。ジョースターがいらねー。はい。瞬殺でしたね。それは見事な瞬殺でしたね。ちょっと悲しかった。俺は悲しかったよ。え？なんか文句4体並べてみる？文句並べてみる？文句があるんだよ。はい。文句があるってところをね、見せていきましょうか。よくわかりませんが。はい。いいよいいよ。ダイナマイトの爆発は味方もあんまり巻き込まないし、敵もあまり巻き込まない。うん。ダイナマイトの爆発なんてなかったと言わんばかりの。きびいな。きびいな、ひたすらに。うん。ただただひたすらにきびいな。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。難しいっす。まあ、ペインターにはちょっと荷が重いっす。まあ、どうしよっかね。やっぱ後ろのガンスリンガーじゃなくてクイックドローをぶっ飛ばさないといけないとは思うんですけど、前のマイナーが結構雑魚処理性能高いんで、やっぱヘイバローきちいかな。どうしよう。あ、キャノンとか使ってみようぜ。めったに使わんけど。キャノン、うわー、使った覚えがなさすぎて全く使い方がわからんけど、まあ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 、なんとかなるでしょう。知りませんが。はい。あ、もしくはダヴィンチタンクとか使ってみる？ちょっと面白いかもしれない。4000ピッタだったらダヴィンチタンク1体でどうにかできたりしない？ダヴィンチタンク強いんじゃない？わからんけど。どう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 、どうよ、ダヴィンチタンク。どう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 。おい、いけそうな気がしない？クイックドロー強っ。クイックドロー強すぎじゃね？そうか、貫通するからか。そうか、貫通して中身ぶっ飛ばされてんだ。そうだわ、そうだわ。なんかいけそうな気がしたけど、クイックドローの貫通力に全部持ってかれたわ。そうだったわ。めっちゃあいつ弾貫通するんだよな。強くね？クイックドロー強いんだよな。前の時も言った気がするんですけど、クイックドローバカ強いんですよ。なんか、思った。久しぶりにさ、王道の、キングヒーラー。キングヒーラーにアーチャーの流れとかやってみていい？なんかすげえ久しぶり。あ、なんかちょっとワクワクする。なんかこの久しぶりな感じ。キングヒーラーっていうさ、なんかイニシエ、もうイニシエだな。もう1年以上前だもんな、この組み合わせって。要は、イニシエの組み合わせを久々に使ってみ、おぉ、いいよ、ナイス。仲間か。違うな。今、やるやんっていう風に思ったんだけど、やるやんっていう風にやったのは、俺らのチームじゃなかった。今のは、ただただダイナマイトに、味方が吹っ飛ばされただけだった。うん。まあ、これが TABS って感じだよね。マイクぶつけちゃった。続いて、バレットレイン。バレットレイン。なんてこった。なんてこった、バレットレイン。かっこいい名前に。いや、これはやばいんじゃないの？ガンスリンガーが鬼のように並んでいる。これはどう頑張っても勝てる気がしない。ダメだ。もう、キー接機ユニットだったり、何を使っても勝てる気がしないよ。たったさっき言ってしまったからさ。うん、こうなるよね。なってしまう。仕方ねえ。ローンレンジャー&ヒッツフレンズ。ヒズフレンズ。ちょっと待って、ローンか。ローンレンジャー&ヒズフレンズ。よくわかんないですね。ちょっといまいち、英語の意味が理解できないんですけど。いや、でもいろいろいるな。なんか、全員集合感あるね。まあ、ラストに、デッドアイに、クイックドローに、ガンスリンガーに、カクタス、そしてマイナー。いや、これは、バランスいいな、相手の。いや、もうこれはひたすらに総力戦感がありますね。ひたすらに総力戦だったら、こっちも総力戦でどうにかとこうにか対抗していきたいところ。そしたら、ちょっとルネサンスユニットを僕はちょっと押していこうかなと思います。
どう？ちょっとルネサンスユニットをたくさん並べてみました。ルネサンス VS ワイルドウェストって感じにしてみましょう。バトルスタート。よいよいよ、いい感じだよ。わかんない。いいのか良くないのかわかんないけど。いいのかよくわかんないけど、とりあえずラストが思ったより来てる。いや、ちょっとラストが思ったより来てるな。鬱陶しきラスト。お、いや、どうだ。もうあとは、これあれですね。マスケ、いやー、遠いな。デッドアイ、遠いわ。あいつやっぱ強えわ。いや、これ今回ラストがなんか、向こう側のラストが頑張っただけ説あるんで、ちょっともう一回やりましょう。もう一回やれば勝てるんじゃないか。さあ、まずは、ラスト VS ジョースター。もう奥側のジョースターがラストに行かないのが厳しい。厳しい。いや、でもいいよ。こっち側のジョースター生きてるよ。まだまだ生きてる、まだ生きてる。まだ、いいよ、ぶっ刺していく。いや、いいよ、いいよ、いいよ。ジョースターいいよ。いい仕事してるよ。あー、さすがにきちいか。ハルバードがぶっ飛ばされて、ジョースターもぶっ飛ばされたが、まあ、これは終わったんじゃなかろうか。いや、これは勝ちっすね。デッドアイ。デッドアイかっけえなかな。さあ。お疲れ様です。対戦ありがとうございました。GG ウェルプレイド。はい。え、あと何個あった？あ、ここでおしまいか。ここをクリアしたら、あと、あれだ。次からは、ワイルドウェストユニットを使ったステージに変わっていきますね。そしたら、じゃあちょっとこのステージをクリアして今回終わりにしようか。うわー、こういうセリフ吐くと前回めちゃめちゃ長引いたんだよな。このステージ終わりっつってからなんか10分15分ぐらいずっと同じステージやってたんだよな。ちょっと頑張っていこう。はい、ファストファイヤー。早い球。バカだろ。早い球じゃないんだよ。日本語どころか英語も不自由。まあ言うて僕日本人なんで英語不自由でもまあ仕方ないってところはありますよね。はい、許して。そうだな。でも今回ね、マスケットは結構使える気がするんですよね。貫通力高いんで、マスケットでどうにかこうにかうまいこと貫通させていきたいところではある。バーサーカーとか使うか。久々に。ちょっとめっちゃ並べていい？え、っていうか、地味にさ、1万もコストあったんだけど、やば。そんな強い？ちょ、待って、でも、ガトリングガン、5体だけでしょ。ガトリングガンって俺そんな強いと思えてないんだよな。確かに止めらんなくなったら止めらんないなって思うんですけど、ガトリングガンのそんな、どうなの？え、そんな強い？そんな強いかな？そんなにほど強いと思ってないんだよな、ちょっと。ミノタウロスのかっこよさは見せていこうぜ。いいぜ。いいぜ、いいぜ、いいぜ。いや、バーサーカーでぶっ飛ばしていって、いや、普通に勝てる気しかしねえ。普通に勝てる気しかしねえ。どうしよう。全くもって負ける気がしねえ。え、負ける気がしねえとはこのこと。負ける気がしねえ。ちょっと待って、普通に負ける気がしなかった。え、後ろの絶対いらなかった。マスケット全然いらん。あれ？おっと、ちょっと簡単すぎたな。ちょっとさっきのステージもう一回やっていいか。さっきのステージちょっとさすがに簡単すぎたんでもう一回やっていいか。もう俺思ったんだけどさ、これ1万1000でしょ。下手したらさ、ミノタウロスこれでパーって6体でしょ。6体並んだらもうおしまいでしょ。ミノタウロス6体で終わりじゃない？これ俺終わりだと思うんだけど。ミノタウロス強いよ。だって、うん、セーブの広がりのもミノタウロスがボコボコにできるか。あ、でも、あ、やばい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 、うわー、やばいやばい。やられている。やばい、ガトリングガンが本領発揮し始めた。あー、さすがに前に行けない。なるほどね。あ、そういうもんか。うん、そういう感じか、やっぱ。まあ、それはそれって感じでしたね。なんだかんだ、じゃあやっぱあれか、バーサーカーが強かったのか。バーサーカー逆にたくさんめっちゃ並べてみる。結局ね、時間かけてしまうとぶっ飛ばされちゃうんで、時間かけなければ OK なんですよ。やっぱこれは、あー、バーサーカーだな。後ろの方にパッと迎えるバーサーカー最強だったの、これ。バーサーカーゲーだったか。なるほどな。これバーサーカーゲーだったわ。バーサーカーが最強だった。バーサーカーは強いんだから。はい。合ってました？ちょっと合ってるか分かんないけど。ちょ、誰かイリアのセリフを教えてくれ。分からん。はい、ということでね。じゃあまあそしたら、まあ、なかなか早い気はしますが、まあね、この枠はね、ひょっこり、さっくりとね、見ていただければって感じなんで、まあ、これぐらいにしておこうかな。前回が異常に長かっただけなんで、はい。前回が失敗しただけなんで。ということで次回は、こちら、ワイルドウェストユニットおよびシークレットのここら辺も使えるんだ。いいね。いいじゃん。いいじゃん。まあ、バンクローバーは使う気全く起きないけど。はい。
次回はワイルドウエスト&シークレットユニットで他のステージを攻略していこうと思います。では今回はここら辺で、皆様ご視聴いただきありがとうございました。次回のご視聴もよろしくお願いします。バイバイ。